黄金のアデーレ名画の期間は2015年制作のイギリスアメリカ合衆国の映画。グスタフ・クリムトが描いたアデーレ・ブロッホ・バワーの肖像愛をめぐる裁判の顛末をマリア・アルトマンの実体験をもとに描いた映画である。1998年のロサンゼルスでルイーゼという老女の葬儀が行われていた。彼女の棺には ユダヤ教徒であることを示すダビデの星が飾られていた。葬儀の帰り、ルイーゼの妹、マリア・アルトマンは、オーストリアから亡命して、以来、家族ぐるみの付き合いがあるバーバラ・シェーンベルクに弁護士の相談をする。彼女の息子ランディは、若手の弁護士で、大手弁護士事務所に就職が決まったばかりだったが、とりあえず、マリアの説明を聞く。オーストリアのフェルディナント・ブロッホバウアーは、 非常に裕福なユダヤ人の実業家で妻、アデーレをモデルにした肖像が黄金のアデーレを所有していた。夫妻には子供がなく、名であるルイーゼとマリア姉妹は実の子のように可愛がられていた。ルイーゼの遺品である半世紀前の手紙からオーストリアで始まった美術品の返還請求をできないかという相談だった。請求期限まで間がなく、 ランディは一度は断るが、絵画の不可解な謎と一億ドルの価値を知ると、上司に掛け合い、東を決める。祖国に戻ることを堅くなに拒むマリアもホニーし、二人はウィーンへ向かう。マリアは、美しいオバーデーレ、芸術を愛する両親、歌手であるフリッツとの結婚、ナチスからの逃避行等、半世紀以上ぶりに見るウィーンの街に、思い出を重ねる。二人は、 雑誌記者のフベルトスの協力を得て遺言書を入手する。アデーレは夫の死後、美術品をベルベデーレ美術館へ寄贈するという遺言を残して1925年に病死。フェルディナントが死去したのも1945年だった。しかし、黄金のアデーレは1941年にナチスに集奪されて美術館に収蔵されていた。さらに、 絵画の領収書から、その法的な所有者は、フェルディナントであるとして、アデーレの遺言に、効力はなく、フェルディナントの遺書に基づきマリアは、絵画の返還を求めることができることが判明する。しかし、黄金のアデーレは、オーストリア共和国の宝として高い人気を誇り、オーストリア政府は、美術品返還の大義名分とは裏腹に、マリアの請求を却下する。帰国の途上、 マリアの思い出話から自分の祖先がナチスの虐殺の犠牲になったことを改めて感じた。ランディは金目当てで案件に取り組んだことを恥じる。9ヶ月後、ランディは書店でクリムトの絵画集を見つけて購入し、マリアを訪問する。オーストリア政府が米国内で商業活動を行ったことで、米国内からオーストリアに訴えを起こす条件が揃ったのだった。 ランディは弁護士事務所を退職し、マリアを説得して、訴訟を起こす。さらに、半年後、マリアは、古い知人エスティ・ローダーの息子で、元、中央大使のロナルド・ローダーに呼び出され、黄金のアデーレを彼のギャラリーに展示するため、裁判への協力の申し出を受ける。しかしマリアはそれを断り、ランディに訴訟を任せるのだった。そして、米国の連邦最高裁は、 マリアの請求を支持する判断する。そして4ヶ月後、最高裁での裁判が決まり闘争はさらに続くのだった。マリアが高齢であることから、ランディはオーストリア政府との和解を進めようとする。しかし不当な収奪を認めることを譲れないマリアは、ランディが進めようとしたウィーンでの和解調停に激しく抵抗し、ランディを解雇しようとする。結局、ウィーンにはランディのみがおき、 朝廷に取り組むはずが、朝廷の席にはマリアも現れる。ランディは、かつて、オーストリアがナチスを支持し、不当な迫害を行った過去と向かい合うよう、訴えかける。朝廷の合間に、フベルトゥスが二人に協力する理由を説明する。彼の父は熱烈なナチス党員であり、父の罪を贖うとともに、なぜ父がナチスに肩入れしたのか歴史に向かい合おうとしていたのだった。 最終的に黄金のアレイレを含む美術品がマリアに変換されることが発表され、歴史的な発表に拍手が巻き起こる。しかし、マリアは、勝利しても心は晴れることなく、両親を残して亡命したことを食い、涙を流す。しかし、両親との別れ際の会話を思い出すと、ローダーのギャラリーに絵画を預けることにし、未来へ歩み出す。エンディングで、絵画、ランディ、 そして、マリアのその後が紹介されるとともに、ナチスの収奪した10万点にも及ぶ、美術品の多数が返還されていないことも示される。ヘレン・ミレン・ライアン・レイノルツ、カッコ内は日本語吹き替え第28回。東京国際映画祭に出席するヘレン・ミレンと、サイモン・カーティス2014年5月15日。タチアナ・マスラニーは主演のヘレン・ミレンが演じる。 マリア・アルトマンのウィーン時代を演じることが発表された。5月29日にケイティ・ホームズの出演が発表され、同月30日にはマックス・アイアンズ、チャールズ・ダンス、エリザベス・マクガバン、ジョナサン・プライス、モーリッツ・ブライプ・トロイ、アンチュ・ドラウェの出演が発表された。7月9日にフランシス・フィッシャーの出演が発表された。映画の題材となっている。 アデール・レブロッホ・バウアーの肖像、愛はアーティストのスティーブ・ミッチェルが撮影用に5週間かけてレプリカを作成している。レプリカは全体版と部分ごとのバージョンがそれぞれ作られた。2014年5月23日からイギリス・オーストリア・アメリカ合衆国で8週間かけて主要撮影が行われた。6月9日のロンドンの撮影にはケイティ・ホームズが参加しており、 16日にも、ロンドンで撮影が行われている。7月1日には、ミレントレーノルズが参加して、ウィーンでの撮影が行われ、同月9日には、ロサンゼルスで撮影が行われた。ロッテントマトズには147件のレビューが寄せられ、支持率56%、平均評価6、10となっている。メタクレティックには31件のレビューが寄せられ、51。 100のスコアとなっており、シンネマスコーでは、A 評価となっている。主演のヘレン・ミレンは、全米映画俳優組合賞主演女優賞に、ノミネートされた。ありがとうございます。